レビをご覧の皆さん、こんばんは。受験生の方も息抜きでサッカーをご覧になっているのではないでしょうか。本日はチームの明日を占うプレシーズンマッチの模様をお届けします。イーリス対ベルマール、注目の一戦です。実況担当は安岡博史、今日のこの試合解説は元ミスターマリノス木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気温湿度とも絶好のコンディション、絶好のサッカー日和に恵まれました。前半4分、イーリス無難な立ち上がりと巧みなボールさばき、強引に奪われました。手元の時計で10分を回ったところです。さあコーナーキックです。これは吹かしてしまった。気合十分。手元の時計で25分になろうというところ、両チームとも無得点。さあここはどう守る。固いディフェンス、無難につないでいきます。いいです。これを抜かれると一気にピンチに立たされます。間大きくクリア。前半も残すところあと2分。いいです。ここはしっかり守っていきたいところです。いいです。早い段階で抑えておきたい。ゴール前、あーっとここで笛。どうやらイエローカードのようです。場内がシーンと静まり返っています。決まった、ゴール。前半も残すところあと2分。ベルマーレ先制のゴールを決めました。中田、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。中田、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。ここで前半戦が終了。0対1、イーリス1点のビハインド。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。1点取られましたが、その後頑張ってしのいでますね。後半キックオフです。手元の時計で5分が経過しています。イーリス、ここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。ホンミョンボ、巧みなボールさばき、いけると思ったのですが。後半10分になろうというところ、イーリス、この試合サポーターのためにも意地を見せておきたい。長山、決まった、イーリス同点ゴール。後半9分、長山見事な同点ゴールを決めました。イーリス、ここで同点に追いつきました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絶妙のクロスでした。いい位置に走り込んでいましたね。ドンピシャリです。理想的な形ですね。後半20分になろうというところ、同点となっています。いいです。さあここから逆転なるでしょうか。注目しましょう。いいです。オープンスペースを探します。これはいけません。
後半18分、エリス、角度のないところでフリーキックを得ました。合わせた、これが決まった、ゴール。手元の時計で20分になろうというところ、エリス逆転に成功しています。長山、見事な逆転ゴールです。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度フリーキックのチャンス、見事にものにしました。豪快ですね。相手の動きにディフェンダーもついていけなかったですね。手元の時計であと1分、イリス、さあどういった守りを見せるのでしょうか。無難につないでいきます。ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。ここで試合終了。終わってみれば2対1、イーリスまさかの逆転勝利を収めています。木村さん、本当にいいゲームでしたね。まあプロとして当然ですね。これが毎試合続けば本物ですよ。放送席解説は木村和司さん、実況を休めて挙してお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さようなら。お願いします。